最近あれだよね。ん？ YouTube 調子いいよね。いいんですね。ついこの前までさ、うん、あれ？やばいか？って思ってたけどさ、うん、巻き返したよね。竹内くんありがとう。竹内くんありがとう。あれだな。もう、救助を待ち始めて、うん、1ヶ月が経とうとしていて、うん、もう身の回りに燃やせるものがなくて焚き火がどんどん弱っていっている、うん、火が弱っていってしまっている状況において、うん、トラックで大量の薪を持ってきてくれたおじさんみたいだな。わかりづらいで、ガサーって薪を置いて、ほじゃ頑張ってっつって助けろや。なんで火の需要特化型のおじさんなんだよ。おじさんさ、うん、確実に今日30円で安かったであろうセブンのブリトーをかじりながらガサ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 って。いや知らないけど。いやいや全然知らないけど。それはまあ調子がいいということをね、木に、うん、まあ、昔見ていた人たちも、うん、どんどん戻ってきて、うん、で、さらに新しい視聴者が増え、うん、足し算的に、まあ、1たす1で2、2たす1で3、3たす1で4のように視聴者が増えていけばいいね。めっちゃ下手じゃん、なんか。説明。いいけど。切り抜きからハマりました、いらっしゃいませ。ありがとう。お前、口の横にクリームついちゃってるよ。なんで俺食いながらやってんだよ。あっち詰めちゃう一回。あれ、お前ピーマンのひき肉の話してる。してねえよ。放送委員会から詰見てて生放送初見来ました。ご参部っていいですか。あ、どうぞ。勝手に勝手にどうぞ。なんて冷たい。やばい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 、やばくなーい。お前ジャンレノか。ジャンレノって夏いな。お前適当に喋ってるんだよ。いや切れてないって。あれジャンレノじゃなかったっけ。おっきい声出してごめんなさい。いやすごい噛み締めてんだけど。頑張れ、いかなく下がることも。うわー、まずい。さあ犬死にした2階では置いといて。お前言うなよ。え、ナイス。ナイス。あ、ナイス。うまかった。ナイス。二階堂がなくても勝てるんです。すいません、なんか。なんだ。キャリーしてもらった。二人と一匹でもいけるのか。俺一匹扱いなんだけど。犬死にすぎて。え、敵ね、これ。なんかヒールのつか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 って音が聞こえたんだ。え、ローバちゃんちゃん。あ、いるわ。S に巻き込むか。違うと思うけど。ああ終わった。矢野明子だった今。矢野明子じゃねえよ。最後。なんでだよ。どの辺がだよお前。え、お前最後なんか、はあ終わったって言ったお前。言ってねえ。お前なんか最後打ち合いながらさ、うん、踏まれて言わねえだろ。よりさ。いやいや、まだ入社してないのにもう社会人やめたいです、応援してください。まあそれ入ったらもっと思うでしょうね。まあね、社会人なんてやめたいんだからみんな。うん、でもその辞めたいな辞めたいなって思ってるしんどいしんどいその砂漠の中で一粒の砂金を見つけるようなそういう生活なんだよ。だから普通にきついよっていう。あ、普通にきついんだ。うんかわいそうに。でもそんな自分をさ、やっぱさ支えるのって2個あって。あ、2つもある。そのやっぱ仕事へのやりがいとか、うん、この仕事楽しいなって思える瞬間。、
あとは、うん、その世界の七不思議とかを解説してくれるゆっくり実況チャンネル。もう何その飯の時とかに見るだけのやつ。今日は世界の七不思議バミューダトライアングルについて解説していくぜ。マリサが、いや私かい。そんな見たのかよこいつ。